はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日はですね、手相を勉強した方でしたら一度は見たことがあると言われる運命周期表の話をしてみたいと思います。この係数と言いますのは生まれ日ですね。生まれ日を足していくと大体1から9のどこかに収まることになるはずです。足し算ですのでね。ただ10日生まれの方であれば1たす0で1の系統と。20日生まれの方であれば2たす0で2の系統ということですね。例えば28日でしたら2たす8で10、10をさらに割りますと1たす0で1の系統ということになります。で、それぞれこの年齢のところで大変化が起きるということで、天才的なイギリス人の手相家のキロさんという方が使っていた表なんですね。問題点としては、今はもっと時代の動きが早いので、もうちょっと細かく設定する必要あるかなと思いますが、手相の基本としては、このぐらいあればいいのかなという感じもいたします。ちなみにですね、この下の確率の高い生まれ日、これに合致しますと、これはピタッと当たるというふうにも言われています。実は、この運命周期表、個人的には今の時代に合わせて、もうちょっと修正した方がいいと思います。ただちょっとそちらの話は少し専門的になりますので、私の講座の方で行っておりますので、そこはちょっと公開は少し控えたいと思います。はい、ではまたアップいたします。